今回は溝の口駅から洗足学園音楽大学までを歩きます。こちらの田園都市線の出口からも行けますが、踏切を渡らなければならないので、今回は南武線の出口の方から行きます。南武線です。南口方面へ行きます。南口ロータリーへ出ます。右の脇道へ入っていきます。このままずっとまっすぐ進んでいきます。居酒屋のビルがあります。ゴールドジムも入ってます。開けた道へ出ました。ひたすら進んでいきます。飲食店がちょこちょこあります。どこでもそうですが、土砂降りの時は結構濡れます。一応駅のロータリーからバスもあるようです。左が洗足学園、入り口はもうちょっと先です。中には幼稚園から大学まで入っています。2024年は学園の創立100周年を迎えるそうです。それに伴ってか、映像を学べるメディアアーツコースが新しく開設されます。こちらが正門。今回は溝の口駅から洗足学園音楽大学への行き方をご紹介しました。周辺の物件情報は概要欄をご覧ください。お問い合わせはアーバン企画開発賃貸ショップまでお待ちしております。